AI になります。これ最初からなのかな、これ。あともう今レベル3なんで、あともうちょいでね、レベル4にな昇格してクラス作成できるようになるんでね。プレイヤーをミュート。ということで、今回もこれで行ってみたいと思います。今回もね、M16A4 に M9 で頑張ってみたいと思います。はい、頑張るぞ。今からなんだ。あ、このマップのね、プレイ実況、アリエさんとかの、オプティックミッドナイトさんとか、ティーマーティーヌさんとか、パマジェとかのプレイ実況動画見たんだけど、うまい。スナイパーライフル多いかもしれないな、このマップは。よしよしよし、オッケー。上にいるな、これ。張っちゃう？グレネードランチャーちょっと食らわしてやるわ、これ。ちょっと、あ、スナイパーライフルでちょっと抜かれそうで怖いな。この辺ちょっと、おー、びっくりした。味方か。ちょっとロングはちょっと避けた方がいいんでね。スナイパーライフルうまいプレイヤーさんにだったらすぐ撃ち抜かれるんでね。あ、グレネードなんて使えなかったんだ、これ。ちょっとぐる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 回っていくけど、こっちは？中じゃん、これ。中にいるよ、これ。上にいんね、これ。よし、はい、いたいたいた。待ってくれ、ダメだ。 UAV 渡らない前よ。グレネードランチャー食らわしてやるぞ、これ。この辺にいるな、分かってるぞ。いたの、これ。この辺にいるね。あ、フラッシュか。味方に行ってもらって、よしよしよし。よしよしよし、ゆうべ渡辺前呼んで。お、6キロ調子いいわ。ゆうべ渡辺前をさっき出したんだよな。このマップ面白いですね。あ、近くにいるよ。あー、ちょっと、もうちょっと早かったらよかったな。結構面白いね。長距離、遠距離楽しめるマップで面白いな、このマップ。待ってよ。慎重に行きますよ、これ。結構ね、スナイパーライフルのプレイヤーがね、建物の上に登ってると思うんだよ、これ。ね、撃ち抜かれるでしょ。ロング避けた方がいいんだよな、僕。負けてるな、若干。あ、上にいるんだ、これ。ちょっと向こうは避けて、この上とかにいないか。難しいね。あばば、いるよいるよ。あらら、
忍び足で味方よね、これね。よしよしよし、キルしたぞ。今作強いんでね。中にいるな、スナイパーライフォンと。やっ、2発までしか撃てないのこれ。あ、ちょっと隠れとこう。あ、いるわ。スナイパーライフォンと厄介だわ。よっしゃ、あと一発撃ってるよこれ。ここに今いるような気がするんだけど、この建物の中に居持ってるのこいつら。ちょっと退治してやろう。上にいるよこれ。ここにいっぱいいるんだよこれ。よしよし、あ、いるよいるよ。調子、まあ少しは。何キルしてんだ俺。11キル。負けてんのね、だいぶ。このマップ名がちょっとクロスファイアだった名前な。72キルよし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 、1キルやった。おレベル4上がったぞ。多分勝てないと思うんだけど。空爆負けた。クロスファイヤーっていうマップだったかこれ。結構圧勝されたな。レベルも上がったんでよかったな。終了間際にねレベル4に上がりました。クラス作成できるんでね、レベル4からね。今回の成績は12 上がりました。やりました。レベル4に昇格しました。やりました。抜けたいと思います。プレイの皆さんありがとうございました。お、これできますよ。これ引き続きこれ M16A4 使っていくんでね、これね。このカスタムでやったんでね。今回はね、M16A4 に、メインは M16A4 に、サイドアーム M9 で、タクティカルスタングレネード、あと、で、これもいいか。アタッチメント、なんだこれ。ないのか。パーク2ね、ストッピングパワー、パーク3、EX コンディション。2位でクロスファイアのねチームデスマッチをプレイしてみました。成績そんなに良くないんだけど、前回はいいね。前回はそんなにできなかった、10キル未満だったんだけどね。今回11キルぐらいかな。まあ少し良かったんでね、うん、結構良かったと思います。試合に負けたんだけどね、試合終了間際にレベル4に昇格して、カスタムがクラス作成ができるようになりました。これまたカスタム、いつものように AKB48 のメンバーの名前つけていくんでね。以上にしたいと思います。はい、今回はね、M16A4&M9 でね、クロスファイアのね、チームデスマッチをプレイしてみました。あとよろしければチャンネル登録の方もぜひともよろしくお願いいたします。はい、ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。